ラシャナイントヨコピーです。ういさあ今回の企画ですけども、はい、コンビニ食べたいもんってもう何でも売ってるやん、もう最近。確かに。普段コンビニお腹すいて小腹すいたなってパッて寄って、わこれうまそうって思っても買われへんやつとか、買おうと思わんやつあるやん、値段割として。はいはいはい、まあ確かに。あの手軽に買えへんというか、上がっていってもんな、どんどん。ただ人に買ってもらおうってなったら、うん、欲しいってなるやつある。いや、それはそう。なので今回お互いでコンビニで好きなもん買ってコンビニ食べ放題。相手におごってもらえるなら、うん、もうこれ好きなん食いたいもんやったらこれ買おうぜって言ってブワーっていっぱい買って相手におごってもらうっていう企画、はい、でお互いコンビニはあえて別にしました。ファミリーマート、はい、ファミリーマート、うー、ローソン、はい、でやっていくんですけども、もちろんここはちょっと罰ゲームというかルールは一応あります。まあそうです、そんなの無限に買ったら、ね、そうよ。ルールは50分、はい、50分制限の間で全部食い切らないといけません、うん、そんな、な、あの食いたいからって言ってバーって買って残したら意味ないし、確かに時間以内に一つでも残したら、はい、その分自腹になります。はい、きつい。相手の分も払って自分の分も払わなきゃいけないという、なんかその時間以内に食べきれる量で食べ放題しようと。食べ放題行って遠慮すんのかって。そうやで、今回ちゃんの何を買ったか、はい、発表していく、発表していこう。白銀から、はい、はい、まず安定と安心のサントリー黒ウーロン茶。まあもう飲み物はないとな。はい、あちなみにあのお茶と水は一応適当にうちの方飲んでた。えあまあまあまあこれ、ね、まあまあまあ買ってもらいたかったから適当に。じゃあ上から出していくで。オーケー。これあのレンチンの野菜のうまみ味わう餃子ね。餃子、焼き餃子。俺餃子大好きなんですよ。餃子は100個いけます。でこれお母さん食堂ね。え、これお母さん食堂、まあみたいなとこにあるやつな。まあまあそうそうそう、なんかこういう赤いパッケージよ。エビチリです。これはあの美味しいのよ。あ、そうなんや。でこれあの胃に優しい卵スープね、うん、でも買ってるの似たようなもんやわ。あ、ほんまに似たようなもん。やっぱ買うよな。やっぱ買うよ、卵スープ買うよな、まあ、ちょっと。でこのあのスナックコーナーから、これクリスピーチキンと、あ、はいはいはい、あのスパイシーチキンです。あー、もうちょうどいい、2個やろ。そう、俺も2個。あの、安定マジで安定安定よ。じゃ3個はちょっとちゃうねんな。そうやね。続きまして、箸もんだったか、あるわ、これ絶対うまいやんってやつな。ちょっと待って、めっちゃ似てる。あ、ほんまに。めっちゃ似てる。あの、国産黒毛和牛すき煮のおにぎりですね、これめっちゃ似てる。で、続きまして、これ気になったから、どん兵衛のあの、キツネのおにぎり、揚げ、そうそうそう、お揚げさんで巻いたやつ、ね、そうそうそう。次が、俺これあの歴史を刻めっていうさ、二郎系のラーメン屋さんあるやんか、出たに行ったことないのよ。あー、さっきあのちょっとコンビニでチャレンジ、歴史を刻め、これカロリーというか一撃やな。もうニンニクの匂いすごいもん。やばいな。で、これあのスイーツコーナーから、あ、はいはい、イタリアグリのモンブランね。なるほど、モンブラン、これは買っとこうと思って。あ、ほうほうほう。で、次がミルキーの、あの生チョコクレープ。で、次が美味しい免疫ケア、悩んで、あのヨーグルトです。悩んで、R1 と悩んで。あ、そう、俺、飲み物でさっき言うけどカルピスを買っちゃったから、うん、R1 買ったらちょっと胃が大変なことになるかなと思ったから、 あえてやんで。飲み物だけは体に優しくしようと思って。で、続きまして、この全てをリセットするラッキョ。なるほど、これでも一個一個リセットしてくれるから。なるほど。で、あと冷蔵庫にあのピノ14品。で、お値段は、こうなんとお値打ちの3200円です。意外と意外とな、うん、多分これでお腹いっぱいになるし、なる。じゃ、マジであの 100% お腹いっぱいからあの 110% の間やな、多分ちょうどな、ちょうどいいよ、ちょうどラスってなるぐらいだな。って最後押し込むぐらいの、うん、なるほど。え、なんか根性少ないな。なるほど、じゃあこちらのターンで、まず飲み物、カルピスウォーター、うん、言ってた。居酒屋行ったら絶対頼むから。確かに。で、今回お腹いっぱい、どういうテーマ。テーマはあの子供が大好き。なるほど、ラーメン、お菓子とエビチリとか。なるほど。俺は完全居酒屋お酒が進む、お酒が進む、ワイン、ビール、日本酒、全部俺が飲まないやん。何も飲まないやん。そうか、だからカルピスにして居酒屋の。これユッケ風牛肉ハム。そんなん売ってんの。そう、結構気になってて、でも買ったことなかった。まずこれ一つ、はいはいはい。次、サーモンとチーズの一口テリーヌ。そんなん売ってんの。めっちゃワインやろ絶対こんな。すごいな。いや、食ったこともないし味も想像つけへんかなと思って、っていうのと、これ一つ、子持ちししゃも。
はい、居酒屋居酒屋絶対頼むな、うん、絶対頼む居酒屋、小籠包もうほぼ一緒、餃子と冷凍の小籠包があったから小籠包にした。小籠包俺も悩んでる。で次、黒トリュフソースで食べるローストビーフ。炎上炎上炎上してる、やばいやばい、山本なってる。で、あんてのあのなめこお味噌汁、はいはいはい、これもうほぼ一緒や。汁もんは絶対頼むな。そうそうそう、おにぎり、牛しぐれ、黒毛和牛塩同じ同じよ、ほぼ同じやな。で、スイーツ、はい、ジャージー牛乳プリン。あ、それめっちゃうまいで。え、これめっちゃうまいの。これ食ったことあんねんけど、最悪最後流し込めるっていう。確かに確かに、そうこれ飲めるもんな。そうそう。で、もう一つ、4種のマカロン、女子マカロン、そんな売ってんねや。女子こんな売ってた。もうこのまま今から食べれるらしい。マカロン、へー、ホロトロ豚角煮。マジでメインディッシュじゃない、あの、なんていう、あの、その炭水化物買ってないな。そうそうそう北海道つぶ貝。まあ、粒貝もな、あの、欲しいって言いつつ買わへんねんな。あ、そうそうそう、タコあったらタコも買いたかったけど、粒貝、粒貝。で、あとは揚げ物、タケノコと豚肉の春巻き。あー、うわ、春巻きうまいよな。春巻き1本ぐらいやったなと思って、うん、で、黄金チキン、はい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 、骨付きの方、うん、あんま食えへんやん、こっちの方。唐揚げくんとかエルチキはパッと買うけど、確かに確かに、だからあえてこっちにした。以上かな。アイス買えばよかったってちょっと後悔してる、ハーゲンダッツ。何しない、いいぐらいちゃう。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14。お、一緒や一緒やただ気遣い、そうちゃうわお値段、はい、なんと4,260円。わお、ちょうど1,000円、1,000円差オーバーかな、1,000円差か。この時点で俺ちょっと1,000円得してるみたいなもんか。あ、そうやで、そうやで、1,000円俺がおごってるから。ということで、これだから50分で食べる。うわ、多分な、余裕やな。いや、余裕かな。だって いざこうやって見たらさ、確かにあんまじゃない。なんかカゴの中入れたらさ、ポンポンポン、そうそうそう。まあまあ、でも今回の目的はあの美味しく食べる、美味しく食べ、そうそう、そういっぱい食えよっていう。で、もうこれ別に追加ルールとかじゃないねんけど、うん、うますぎて共有したかったら別に1個ぐらいやったらあげてもいい。一口ぐらいやったら全然あげてもいい。ちょっと食べてみて、うん、という感じでございます。はい、じゃあ食べていきましょう。食べていきましょう。順番大事よな、めっちゃ。いや、そりゃそうやね。あえて重いの最初に行くか、すごい画面で重いの最初に行くか、軽いのを先食べて、はい、最後に重いので押し込むか。あ、でも俺は食いたいもんか、食っていくで。あ、確かにそれがいい。オッケー、やろう。よい、スタート。お疲れ様でした。よし、あ、自然と高なんねん、でかいからあ、うまい。カルピスが一番。おー、優しいね。角煮を最初に一食目完食。早っうわ、見て、うわうわ、やばい、ドゥルンドゥルン。ちなみにご飯は食べ放題です。ご飯はもうあのジャーにあるジャーに入ってる。じゃあいただきますよ。僕はじゃあ歴史を刻めからいただくんで、いただきます。やばい、俺これで50分かかるかも。ふ、深爪やから開けねどう、刻まれてる？うん、普通普通まさかのいやでも本場で食ったら絶対うまいってのは分かってんねんけど、あ、限界はあるよな、コンビニで食うのにも。じゃあちょっと小籠包から。小籠包、小籠包といえばよ、中の、うん、ちゃんとレビューしないと。おお、すげえ、出る、ちゃんとデュルデュルやん。ちゃんと汁出る。1個いく？俺餃子1個じゃもらうわ。あ、オッケー。あー、クオリティ高い。一口でいってもいいと思う、そんな熱くない。うまいよな。ま、見せよ、みずみずしい、めっちゃデュルデュル高角に、もうほろってほどけんじゃん、歌い文句通り。ほんまにほろっこいか歯おろしきってない。柔らかいってのがもう分かったもん、見てるだけで。かじっとく。え、俺全部壊されるこれ、もしかして。いやいや、ほろや。うん、ラーメン屋さんは見習った方がいいぐらい柔らかいそんなこともないけどないやでも、こんな柔らかなんねんな。はぁ、あ、いや、ほんまに待って、これいけるぞ減るこれじゃあ、もらっていい？いいよいいよ。うん、普通って言ったから、うん、普通かなと思ったけど、普通よりちょっと上かって。まあ、それはまあ美味しいけど僕餃子いただきますわ。もう
こんな遠いとこでやるっていうもっと前やろ、動くのめんどくさいから。このつぶがい、結局これが一番皮を感じる。あんまいい表現じゃないか。皮を感じると磯臭いってこと。そうそうそう。タレとかないんこれ。え、でもちゃんと美味しい。あ、そうなの、うん、あの、なんていうの、肉汁っていうの、野菜の汁っていうのかな、ジューシー。あ、うまいな。それこそ小籠包に近いぐらい、うん、近い近い、ほんまに近い、うん、ちょ、これ言っとく、これテリーヌ。うん、それめっちゃ気になってんね、うん、あ、チーズの匂いする。うまい、うまい、うん、めちゃめちゃ濃いチーズ、あの硬くない濃いチーズにあの鮭フレーク混ぜたみたいな。すげえ美味しいな。なんかほんまに自分で作れそう。これワインに合うわ。絶対飲まへんやろお前。絶対合うってわかる。あー、これはね、あの美味しいんです。これ俺ご飯の上にかけて食いたいです。あえて言うわ、プリップリ。あー、もうそれしかない。もう言うんかなと思ったもん。プリップリって、もうエビはそれでしか表現できん、うん、この買い物してる時にさ、現場仕事のお兄さんたちがさ、あの昼飯買いに来ててんやん。ああ、めっちゃ見られたもん。どんだけ買うねんみたいな。そう、俺今舐めてるかもしれん。まだちょっとこのペースもうちょい上げた方がいい気がする。え、トリュフこれ。す、いや見えへんな多分カメラで。トリュフ 1g も入ってないと思う。まあまあ、うまい。普通にローストビーフやな。まずローストビーフはないから基本。まあ普通やな。立ち上がって気づいた、俺は腹いっぱいだ。全額俺ただ飯食えるかもしれない。はい、安定楽しいスパイシーチキンです。出ないわ長らく。同じやったって衝撃やねんけど、見て。ん、見せときも。ファミマ、これはファミマ。ちょっと食いかけです、ごめんなさい。え、見えますこれ、衣ほとんど衣やん、チキン入ってへんやん。これやばない。闇が見えたわ。おい、言うな。中傷言うな。言わんやろうなと思ったら言うやろ。どんぎつね結び行ってみるわ。想像できる。どう、合ってる。マジで想像より、あの下回ってます。あれあれ、キツネがうまい。黄金チキン完食。ラッキョウ完食。ラッキョウってそんなに食うの、食うもんな。やばい、急に来た。60何倍やったのに92までいった。お箸で食います。スプーン入れられてないんで気をつけてくださいね。あと黒ウーロン茶とピノと卵スープ。あ、もうそんだけな。俺じゃあ、え、だって怖すぎるからめっちゃ急いでんもん今。あ、こういう形の大食いっていいかもな、意外と。なんか自分で設定したらほんまにちょうど 100% 超えるわ。マカロン味噌汁で流し込むって。俺ピノ卵スープで溶かしてるから。待って、これ飲み物全部飲むのきついな普通に。痛い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 。完食しました。なんかでも久々やな、こんなあの死ぬほど食ったん。死ぬほどの量やったんやな。よかった、調子乗ってもっと変わんで。完食です。お互い完食できたな。結構普通にギリギリやったな。いや、危なかったよ。なんか全然いけると思ったけど、ちょっと押し込んだ。もう無理っていうのが 100% するやん、うん、105% ぐらいの量。もう何も食いたくないもんな、うん、もう甘いのも何も食いたくないもんな、うん、ちょうどいい、満足、うん、またなんかでやってみたいけどな。なんかあんのかな。せやな、なんかジャンルで絞ってとかな、うん、コストコとか、うん、一品一品一品のコストコ、一品終わりよもうバンってとかスーパーとかな。あ、せやな、ライフとか、うん、ラムラムな、ラムいいよな、うん、駆け引きもあるよな。相手よりちょっとあの多くやって得したいって欲張った結果、自分が結局払わなあかんくなる可能性もあるっていう。確かにそういうゲームでもあるな、うん、そう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 。ちょっと次からもうちょっと駆け引きを考えて。もうせやな。ということで皆さんもぜひお互いペアがおる人はやってみてください、うん、以上グラシャルでした。チャンネル登録と高評価とコメントよろしくお願いします。おやすみなさい。